い、深夜3時、今日の隠居おやつの時間ですけども、銀チョコですね。これ、お世話になった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。結構カロリー高そうですけども、464kcalということで、まあまあですね、結構ありますね。で、4割引、ドラッグストアで割引だったのを買って冷凍しておきました。これね、特徴的なのはチョコが全体にかかってるんですよね。こんな感じでございます。で、こう割った間にクリームが入ってるという形で、まあ、甘系ですね。甘いものがかける3つみたいな感じでございます。さあ、どんな味がするんでしょうか。いただきます。私食べ慣れてますんで、甘いのは全然突破できるんですけど、まあ安定の人気っていうかね、子供はこういうの好きですからね。そこでなんか中国で50万円の軽自動車よりもちっちゃい車がバカ売れしてるらしいですね。すごい売れてるみたいです。9万台とか売れたとか聞きましたけどね。50万円って言ったらもうすでにコンパクトだし、まあ安っぽさはあるんですけど、でもなんかちょっとねファンシーでおしゃれらしいですよ、電気自動車。充電時間っていうか電気代も1000円か2000円で済むというね、1ヶ月。すごく良くないですか。維持費がほとんどかかんないみたいなね。20代女性にすごい人気らしいですね。まあこの銀チョコなんですけど、まあ一言、甘い。まあだから、まああれじゃないですか、甘いものが取れない人はこういうので1個でいいんじゃないですかね。まあでも美味しいですね。こうやって毎日パンがいただきます。ありがたいことです。まあ特に喋ることはないかなと。はい、以上ですね。よろしかったらおすすめのパンとかあったらこう書いてください。ランチパックのこの味が美味しいよとか。ランチパックは私ねほとんど食べたことがないんで、今度なんか機会があったらやってみようかと思うんですけども、基本的に私割引しかパン買わないですからね。だからそういうのが割引があったら何でも買うみたいな感じでございます。だから割引あるってことは人気のないパンを食べてるんですかね、私はね。それとも発注しすぎなのかたまたまなのかどうなんでしょうか。まあおすすめのパンがあったら教えてください。では。